ピーマン苦手か。しょうがないよな。お前らはまだまだお子ちゃまだもんな。苦手ならば食べなくても構わない。別の形で使うことを視野に。食べますです。コリブス、せーので一緒に食べましょうです。せーの。ごちそうさまでした。おお、偉いじゃねえか二人とも。食器を片そう。ラリーだ、今コーヒーを入れてくるから少し待っていてくれ。あ、サンキュー。僕たちピーマン食べられましたね。うん、ちょっとはかっこいい大人に近づけたかな。ぐんと近づきましたです。第3回にして大きな進歩です。ところでラリーダさん、大人ってどうしてご飯の後にコーヒーを飲むですか？どうしてって言われてもな、うまいからとしか。今僕とコリブスはきっと同じことを考えてるです。うん、僕もそう思う。かっこいい大人はコーヒーを飲む。僕たちもイオンさんにコーヒー入れてもらうです。早速キッチンへ向かうです。うん、あいつらピーマンも残すくらいなのにコーヒーなんて飲めるのか。